キンプリとナンバーアンダーラインアイ、ツアー T シャツデザイン告示でファン構想勃発。キンプリは可愛い、なんで馬鹿にした ?10 月26日から、キングプリンス、キンプリが全国ツアー、キングプリンスライブツアー24半分 25RE エラーを開催する。ツアーのグッズ販売を9月26日にスタートしたが、T シャツが波紋を呼んでいる。 比較、デザインが似ていると指摘されるナンバーアンダーライン、アイとキンプリの T シャツ。黒色の T シャツの表面には、幼少期の長瀬連と高橋海斗の顔写真。裏面にはローマ字の長文メッセージが印字されている。このデザイン、キンプリファンには見覚えがあるようで。平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんによる3人組グループ。 ナンバーアンダーラインアイのツアー T シャツのデザインとよく似ているんです。ナンバーアンダーラインアイも10月から12月に全国ツアーを行うため、9月5日にグッズを販売しました。彼らの T シャツも黒色で、表面に平野さんら3人の現在の顔写真がプリントされています。ただ、稲妻が描かれたり、裏面に日本地図が印字されており、金プリとの違いも見受けられます。 芸能記者。2023年、平野、岸、神宮寺は金プリを脱退し、現在はナンバーアンダーライン愛として活動。長瀬と高橋は二人で金プリの活動を継続しており、別々の道を歩んでいる。そんな二組の T シャツのデザインが被ったことは、ファンの間で話題になった。X では一部ファンによる論争まで起きている。 キンプリのツアーティー。顔プリントだけど可愛い。ナンバーアンダーライン愛より全然良い。キンプリとヌンベリの T シャツの剣キン金プリのは可愛くないヌンベリはやってる音楽も真面目に考えてダサい感じが切ない。南愛のツアーティーは色落ちや加工やッチの質感やプリントにまでこだわったヴィンテージ感あふれる。やつらしくてすごいと思うわ。 なんで外役ジャニオタたち馬鹿にしてたんほんと恥ずかしい。T シャツ、発表が逆ったらめちゃくちゃ叩かれてたんだろうなでも、セッのこだわりまでは真似できなかったね。あれはヴィンテージに詳しい彼だから作れた T シャツ。ファン同士の構想が勃発する背景に関して、前室の芸能記者は、 先に販売されたナンバーアンダーラインアイの T シャツに対する一部キンプリファンの反応が理由ではないかと語る。ナンバーアンダーラインアイは楽曲にヒップホップの要素を取り入れており T シャツも全体的にちょい悪デザインに仕上げた印象です。ただ一部のキンプリファンの中には12秒デザインと反発する人もいました。ところが 同じようなデザインの金プリの T シャツには、可愛いと称賛。ナンバーアンダーライン愛のファンからすれば、手のひら返しが面白くないのかもしれません。当然。ここは一つ、どちらもかっこいいデザインということで。